原子力発電所世界の原子力発電所の一覧、日本の原子力発電所限界浜岡伊方柏島崎、刈羽美浜、鶴ヶ小長川内市が島根高浜、大井東海パク東通り大間上野関日本の原子力発電所稼働中創業停止中計画中、日本の原子力発電所では、日本の原子力発電所の歴史、現状、予定について説明する。1945年、 しかし、1952年4月28日に日本国との平和条約が発効し、1953年にドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領が国連総会で平和のための原子力演説を行ったことも、契機となって再開されることとなった。日本における原子力発電は、1954年3月に当時海進党に所属していた中曽根康弘、 稲葉治む、斎藤健造、川崎秀治により原子力研究開発予算が国会に提出されたことがその起点とされている。この時の予算2億3500万円はウラン235にちなんだものであった。1955年12月19日に原子力基本法が成立し原子力利用の対抗が定められた。この時に定められた方針が民主、 自主、公開の原子力三原則であった。そして、基本法成立を受けて1956年1月1日に原子力委員会が設置された。初代の委員長は、読売新聞社社主でもあった、正力松太郎である。正力は、翌1957年4月29日に原子力平和利用懇談会を立ち上げ、さらに同年五月十九日に発足した。 科学技術庁の初代長官となり、原子力の日本への導入に大きな影響力を発揮した。このことから、勝力は日本の原子力の父とも呼ばれている。有馬哲夫によると、勝力の影響力の背後には CIA の関与があったとする情報もある。この時原子力委員であった日本人初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹は、 体調不良を理由に委員を辞任した。1956年6月に特殊法人日本原子力研究所が設立され、研究所が茨城県中郡東海村に設置された。これ以降、東海村は日本の原子力研究の中心地となっていく。1957年11月1日には電気事業連合会加盟の旧電力会社及び、 電源開発の出資により、日本原子力発電株式会社が設立された。日本で最初の原子力発電が行われたのは1963年10月26日で、東海村に建設された、動力試験のである JPDR が初発電を行った。これを記念して、毎年10月26日は原子力の日となっている。日本に、 初めて設立された商用原子力発電所は同じく東海村に建設された東海発電所であり運営主体は日本原子力発電である原子炉の種類は英国のコールダーホール原子力発電所で世界最初に実用化された黒塩原則炭酸ガス冷却型原子炉であったしかし経済性等の問題によりガス冷却炉はこれ一気にとどまり後に導入される 商用発電炉はすべて軽水炉であった。1974年には電源三方が成立し、原発を作るごとに交付金が出てくる仕組みができる。日本の原子力発電は工業用、産業用電源を安価に安定的に供給することを目的として導入された。日本の原発事業者がアメリカ合衆国以外からの濃縮ウランを調達する場合、 30%を上限とする制約が課されている。そのため常に濃縮ウランは7割以上を米国から調達しなければならず、調達先の偏りが指摘されている。福島第一原子力発電所事故の約1ヶ月前に既存の原子力発電所の延命方針が打ち出された。老朽化で運転を終える原子力発電所の 廃炉処置の困難さに加えて二酸化炭素排出削減策としてである。2010年3月に営業運転期間が40年以上に達した鶴ヶ発電所1号機をはじめとして長期運転を行う原子炉が増加する見込みであることからこれらの長期稼働原子炉の安全性が議論となった。2011年3月11日に東日本大震災の津波で 福島第一原子力発電所が全電源喪失によって炉心溶融と原子炉建屋の水素爆発が発生し放射能汚染を東北、関東地方に及ぼした。その影響により原子力発電所の増設計画の是非や点検などによって停止した原子力発電所の再稼働の是非などが焦点となり今後の日本の原子力政策のあり方に関する議論が 日本国政府や国会、マスメディアなどに大きく取り上げられるようになった。なお、福島第一原子力発電所の原子炉は、この事故により4機が2012年4月20日に廃止され、残る2機も2014年に1月31日に廃止となった。新たに建設が予定されていた2機についても計画が中止された。また、事故の影響により、2013年に波へ、 小高原子力発電所の建設計画が中止され、2019年には福島第二原子力発電所も全初めが廃止された。原子力発電所が集中している若狭湾沿岸で1586年、天正地震とそれによる津波で大きな被害が出たことが、今回の地震を受けて調査した敦賀短期大学教授、殿岡慎一郎らの調査で、 複数の文献に記されていることが明らかになった。吉田金美が書いた金美狂気やポルトガル人宣教師ルイス・フロイスが書いた日本誌などである。関西電力は文献の内容を把握していたが、津波による大きな被害はないと説明していた。地元からも不安の声が上がっており、文献から想定される被害に即した対策を求めている。この時、 関西電力が調査しなかった場所で、2015年6月に福井大学等の研究チームが津波の痕跡と推定できる14から16世紀頃の砂層を発見している。しかし、津波が天照地震によるものと結論付けられる根拠が少なく、規模も不明であり、また、関西電力も安全対策には影響しないとしている。2015年4月27日、 三浜1号機と2号機、玄海1号機、鶴が1号機の4機が廃炉となった。4月30日には、島根原子力発電所1号機が廃炉となった。結果として2015年には、日本の原発は42機となった。2014年4月時点で、24機が原子力規制委員会に再稼働申請されていたが、再稼働できるのは20機以下と推測された。 そのため原子力発電量は東日本大震災前と比較して半減し震災前に28%あった全発電量に占める原子力発電の割合も15%程度に低下すると予測された。2015年8月11日川内原子力発電所1号機が福島第一原子力発電所事故後に制定された新規制基準での稼働を全国で 初めて再開した。日本における原子力発電所の立地の決定とその建設、運用は次のような流れで行われる。環境影響審査を行う。第一次公開ヒアリングにより地元の賛同を得る。電源開発調整審議会より電源開発基本計画に採択される。原子炉設置許可を申請し許可される。 第二次公開ヒアリングにより地元の最終的な賛同を得る。電気工作物変更許可を申請し許可される。工事を着工する。工事が完成する。試運転を行い、問題点を回収する。電気工作物の完成検査を受けしよう許可を受ける。商用運転を開始する。電源陸地地域対策交付金などが 立地する道県や市町村の地方公共団体に交付される。発電所の建設工事、定期点検、運転などでの雇用も多い。地域産業との結びつきが弱いという指摘もあるが、現実には職員や労働者の8割以上が県内在住者で占められているケースがほとんどである。また、地元商工会と協力して地元企業の技術力の向上、 雇用促進を図っている発電所や排熱を利用した農産物の早期栽培などを農家と共同で行っている発電所もある。実際、多数の定住者や数百とも数千ともと言われる雇用効果、固定資産税や定住者の所得税などの税収、各種交付金、それらのもたらす商業の活性化や道路、体育館、防災無線など、 公共施設の充実等という非常に大きな効果がある。さらに、原発の見学者による観光収入も見込むことができる。経済産業省資源エネルギー庁は、モデルケースとして、出力135万キロワットの原子力発電所の立地に伴う財源効果を2004年に試算している。環境影響評価開始の翌年度から、 運転開始までの10年間で合計約391億円、その後運転開始の翌年度から10年間で合計約502億円である。20年間では電源立地地域対策交付金が545億円、固定資産税が348億円で合計約893億円になる。なお、県レベルで核燃料税などの独自の税金を課す場合もある。 財政の厳しい地方自治体にとっては、取りやすく取れる書であり、特定業のさらに一分野に限られた租税というのは、税の公平性から疑問が呈されるものの、立地促進や地元協力という観点から受け入れられることもある。しかし、取りやすいからと、さらに税額を増加させようとしたり、新税を設置しようとして、国や電力会社と揉める場合も少なくない。 また、日本の原子力発電所は、茨城県北部、福島県浜通り、福井県例南鶴ヶ半島に多く立地しており、これらの地域は、原発銀座や原発半島とも呼ばれている。過疎に悩む自治体にとって、20年間で、総額893億円の電源立地地域、対策交付金と固定資産税は大きな魅力であり、 原子力発電所の立地が推進される。しかし、運転開始後の固定資産税は、設備の減価償却に伴い年々減少していく。運転開始後10年20年と経つと、自治体の収入が少なくなるので、地元は再び次の原子炉建設を誘致しないと、税収を確保できなくなる。原子力発電所の集中立地が目立つ背景には、こうした交付金制度の存在がある。 ありがとうございます。